おはよう。突然なんですけど、枕の PR をします。ちょっと寝すぎちゃって遅刻しちゃったんだけど、まあこれもね、寝すぎてしまう枕のせいということにしましょう。これは快眠できちゃう枕が悪いってことにしよう。いい言い訳見つけたね。よかった。これがマジで枕の案件でよかった。多分枕の案件だから許されたと思うけど、枕の案件じゃなかったら許されなかったかもしれない。よかった。今日マジで枕の案件でよかった。で、私ね、この枕ね、1週間半前ぐらいに使い始めたの。ちょうどストサバが始まる1日前ぐらいに使い始めて、ラスト寝坊したの、そういうこと。正直これに変えてからガチで寝すぎてる感はある。e スポーツしてる人って結構その睡眠削っちゃってあんまり寝れてないよねみたいな、そのだからしっかり寝て強くなるなろうみたいな感じなんだよ。私が使っても、もともとロングスリーパーだから効果ないだろうって思ってたんだよ。いや、それでもさらになんか寝ちゃってるかもしれない。さらに寝れる。私がね、買ったのはローのやつ。中身ね、これすごいんだよ。ね、これなんて言えばいいのかな。あのね、あ、そう、春雨みたいな、春雨、シリコンの春雨みたいのが、あの、すごい詰まってんの。いっぱいぐる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 っつって。いや、そうで、最初さ、あの、開けた時にさ、こんな枕って中身のこういう材質見えるもんなのって私最初思って。いや、そう、最初で感動した。え、ちょっとおもろって思って、枕の中身が見えることに感動しちゃったっていうか。で、私枕カバーを2種類買ったのね。アクティブエアとオーガニックスリープを買ったので、アクティブエアはこの横が見えるんだよ。繊維のやつがもう横からちょっと見えちゃうの。まあ、なんかしっかりレビューしちゃうけど、あの、ゴミが入りたくない人は多分私的にはオーガニックスリープの方がいいなと思った。こっちの方がおすすめ、ゴミが入りたくないって人はね。でもこっちの方が夏はいいなと思った。涼しい。多分汗とかかいてもなんか不快にならない感じな生地なのよ。多分通気性もいいし、どっちを優先したいかだな、枕カバーを悩む人は。私は枕カバーが変な生地だと寝れないの。ね、わかる？みんな。だから枕カバーの上にいつもバスタオルとか敷いて寝たりするのね。あんまり枕カバーそのまま寝れる枕カバーってなくて、ホテルとかの枕カバーあるじゃん。で、あれとかマジで寝れないんよ。そう、ツルツルの。でもこれはマジでこのままで寝れる。生地がいい。いや、本当に。ツルってないってこと？もうツルってない、これは。ツルツルじゃない。なんか、肌触りがいい生地。まあ、タオルっぽいってわけじゃないんだけど、なんか、やっぱなんかツルツルなのと汗かくからとかなのかな。なんか、ツルツルの生地だと寝てるときにすごい不快感がすごいんだよね。でも、これはマジで不快感がない。コットンだからなのかな。ちょっと私生地に詳しくないから、あんまりなんで不快感がないかとかわかんないけど、これは本当に不快感がない。これもね、不快感はないよ。涼しいから。ゴミが詰まっちゃうかもって言ったけど、これマジで丸洗いできるんだって。中身。だから、そこの問題は解決してる。洗えばいい。硬い、柔らかい。私ね、沈むのが嫌なの。一日寝てるだけで、その日の夜中とかに、枕を上と下ひっくり返すの。私いつも。反対にするんよ。高さが沈んじゃって。でも、これ、マジで、私、一回もひっくり返してない。上と下。この枕。そう。一度もひっくり返してない。これにしてから。妖怪枕返しじゃん。そうね、ほんとに、そんぐらい枕ひっくり返す。これはそこまで高反発ではないし、ちょうどいいぐらいだと思うな、私は。なんか女性は、ローがいいらしくて、基本なんかこのぐらいらしいの、女性は。だからローにしたんだけど、めっちゃちょうどいい。うわ、なんか沈んできたなとか何もないからわかんないけど、でもなんか沈んだり形が変わってきたら、あ、これだ。シャワーでふっくら感を取り戻す。枕の高さが合わなくなってきたと感じたら、45から50度のシャワーでふっくら膨らみますって。
らしいんで、戻るらしいよ、これ。戻るのすごくない？いや、でも丸洗いできんのはね、いいと思ったわ。潔癖な人にはさらにいいね、これ。清潔を保てて。でもお高いんでしょ。まあ、ちょっと高い。まあ、金額はね、33,000円。いろんな形があるらしくて、全部33,000円だね。なんかこういう形とか、こういうのとかある。私は普通のこれ買った、これのロー、オーナーメイドを超える極上のヒット感、頭の大きさや寝方に合わせてパーソナルフィットしていく。で、私もともとは、これに変える前に使ってた枕も3万円ぐらいなんだよね。マジでほぼ同じぐらいの金額の枕使ってて、これに変えたんだけど、それでも良さ分かった。まあ、このね、ピローはね、商品到着から30日以内はサイズ交換1回無料ですらしい。これはね、いいサービスですよ、本当にこれは。まあでも枕のサイズ交換なんて1回で十分だからね。だって、一つ使ってさ、うわ、もうちょっと低ければな、か、もうちょっと高かったらな、の2択しかないじゃん。保険効いてる感じして、いいなって思うだろうなっていうのと、URL。そこに書いてあるけど、本ストア限定で、ブレインスリーブピロー購入したお客様に、ブレインスリーブピローカバー、過去4400円がもう1枚ついてくるって書いてあります。だいぶいいんじゃないですか？カバーもう1枚は。うん、男だよね。いや、私も交換ができないんなら、いや、なんかネットで買うのはなとか思うタイプだけど、交換できんならネットで買っていいかなって思っちゃうな。そう、サイズ交換ができるからね。30日以内で。枕に3万は高くない？いや、高くないよ。睡眠って一番大事だからね。食事よりも、いや、食事と同等だと思う、私は。食事も毎日しないといけないし、睡眠も毎日しないといけないから。毎日、絶対にしないといけないものっていうのはこだわった方がいいよ。まあ、私は、なんか枕悪いとね、なんか起きちゃうんだけど、夜中、1回、2回。起きたりしちゃうことあるんだけど、これマジで起きない。途中で起きないんだよな。軽い？え、軽い。軽いよ。まあ、てことでね、まあ、枕カバン4400円のがね、ついてくるみたいなんで、お得だから、ぜひね、この機会に買ってみてください。で、もともと3万ぐらいの枕を使ってて、あ、枕やっぱ高い方がいいなって思った人だから、枕3万って相場的にどうなの？え、どうなんだろう？いい枕買いだと普通なんじゃないのかな。少なくとも私が前回使ってた3万の枕よりはこっちの方がいい。こっちの方が良かった。快眠しすぎて寝坊しないようにね。はい。ありがとうございます。今日もちょっと快眠しすぎて配信する時間遅刻しちゃったけど。まあ許してくれるでしょう。いや、寝すぎちゃうね。快眠しすぎちゃう、この枕が悪いですから。許してくれないと困っちゃう。ってことでね、またなー。お疲れみー。じゃあなー、みんな。